2番です。半負けの本家の半模様先生です。ということで、糖尿病にもならないって、栄養をとってもということで、筋肉の方じゃなくて頭の方に栄養を送る生き方に私はしたんですね。だから常時こんな感じで、ね、頭ばっかり使っててね、エネルギーを頭の方に普通よりか多く回して仕事できるんですね。これはなかったら倒れちゃいますね。頭の方の栄養、頭の方をよく働かすんで栄養不足になってね、栄養をたくさん送れないと頭の方を死んじゃうんでね。で、普通の頭、人よりか何十倍も働かしますからね。エネルギーが必要なんですね。そういうことで、私は排気量というか、運動選手と同じ体を持ってますよと。エネルギーをね、糖尿病になりにくいという、栄養をたくさんとっても消化できる。スポーツデーじゃないんですね。頭の方の方で消化できる。ね、たくさん取っちゃうと死んじゃうんですよ。エネルギーが満ないと、消化できないと、いざという時にね。運動選手はだから動けるでしょ。で、取った時にね、かなり量が多いんで、これがもし詰まっちゃったりしたら死んじゃうんですね。うまく消化できないとね。筋肉か脳の方がいいと。脳で働くようにしてね。で、脳はあんまり働かないで栄養取っちゃうと体死んじゃいます。もっと厳しいんだけど、運動選手よりかね。デリケートなんで、脳はね。うまく消化できるかできないかの量しか、エネルギー、供給できないんですよ。ちょっとでも間違えると死んじゃうという分量が。だから、この辺はよく気をつけないといけないわけですね。普通の運動選手と違って、エネルギーはたくさん来るんだけど、脳に与えるエネルギーが多いんで、それを間違えると、二度と、あれになっちゃうね。頭使えなきゃパークになっちゃうね。ということですね。だから私の場合は運動選手と同じように、頭に高エネルギーで、だからたくさん食べて消化できる、頭を働かすパワーをの体を持ってますよということですね。IBM の研究所にも勤めてましたからね、私はね。ということでね、パナソニックの研究所にも勤めてましたしね。で、糖尿病とかね、言って、たくさん食べると糖尿病になっちゃうんですね。だからそれなりにくいんですね、私の場合。消化でき、運動性脂と同じように消化できるということですね。ただ筋肉に消化じゃないですよと。脳によっての消化ですよということなんですね。脳は働きが悪かったら死んじゃいます。脳の栄養はもうデリケートで、本当に使う分だけしか、供給できないですね。間違ったら死にますから、パークになっちゃいます。そういうことでね、ノーベル賞以上のね、知識をちょっとお教えしましたけどね。あともう一つね、老眼で間違える人がいるんですけども、老眼は進化で目の機能が高くなるんですね。近くのものは顕微鏡のように見えるようになる。遠くのものは、遠く1キロ先の本が読めるとかね、訓練すればね。そう言って、あと解像度が良くなるんです。で、それで失敗するか失敗したら、ほとんど人間失敗しますね。この切り替わりになるんです。で、波長が変わりますから、CRT でもそうでしょ。周波数が変わるんですね。表示する、4K とか、今 8K とか出てきますけどね。周期は全然違うんですね。昔のテレビなんか、512ぐらいでね、インターレスとかいろいろありましたけど、そういったもんで、
でも周波数が違うわけですよね。これが細かくなるんですね。だから頭汗で個人の頭でしか動かせられないんです。普通頭ってね、やっぱり脳波っていうかつながってるんで、機能はある程度共存するんですよ。それができなくなるんですね。単独で動かさないといけなくなっちゃう。脳と。だからそれでね、デリケートになってまた機能向上するんで、逆に目が見えなかったりするんですね、通常。で、またよく目が見えるようになったりするんですね。だから、しょっちゅう逆に使えない、機能はアップするんだけど、一日中使えないんですね。で、エネルギーが10倍ぐらいかかったりしました。目良くなるんだけど、ただ一度も使えないんですね、それがね。今現在そうですね、私の場合。目が若い時よりかめちゃめちゃよく見えるようになったんだけど、1日のうち30分ぐらいしかよくない、動かせない。あと、目くらみたいな感じになっちゃう。そんななっちゃうね。もうちょっと訓練していけば平気だとは思うんですけど、今は私はその老眼になってね、目が良くなったんだけど、30分だけですね。1日使えるのが30分ですよ。だから今まで若い時は一日中目がはっきり見えたけど、使えないんですね。機能が高くなりすぎちゃって。30分だけ目が良くなるんですね。そんな感じじゃない。まあ今左目がちょっと調整中で全然ちょっと視力が落ちてますけどね。右目がほとんど主流になっちゃって、今この切り替わりがなかなか目の変化というのは追いつけなくてね。メンテナンスがね、難しいんですよ。間違えると失明しちゃうし、そういう、まあ、その人も全然、運動選手と同じ肺活量になりませんから、これも私だけですね。人間では私しかなれなかったですね、まだね。まあ、なれますけど、人間たちでも同じようにね。これには、まだそういうことを知識知らなければ、私はちゃんと分かってくるから、それに対してね、